はい、皆さんおはようございます。今度ね、ちょっとシリーズ的に また そのお話をさせていただいてるんですけども、前回はね、一応中国のね、一帯一路についてお話ししまして、で、なんかね、まあ、僕のことをね、あんまり中国に寄りすぎてるっていうね、ことを言う人がいたりしてね、で、ウィキペディアにさ、バカなこと書いたやついてね、本当、名誉毀損で訴えてやろうかと思ったんだけどね、なんだっけ、ね、僕は生まれも育ちも、ね、日本で DNA も日本人なのに、ね、中国人って書かれてみたりね、なんか、たまたまね、ちょっと中国の、ある、まあ、偉い人とね、たまたま会食したんで、それをね、Facebook に上げたら、ね、やっぱり、倉橋さんは中国寄りだみたいなね、こと書かれてるけど、僕はね、関係ないんですよ。日本のためになるなら、別に、中国の、ね、人たち、例えば、僕は中華街のね、その華僑の人たちとも仲いいし、またね、今、ね、進出してきてる新華僑って呼ばれてた人たちもね、非常に懇意にさせていただいたりしてますし、欧米諸国の人たちも、まあ、このアイレムを通じてね、仲良くしてるし、まあ、いろいろ、まあ、国際的な人たちとこうね、おかげさまで、こう機会があってね、仲良くさせていただいてるんで、なんとかな、いつも中立な立場っていうのは、でいるのね。で、いつもように宗教的なこともさ、全然僕はこだわらないしね、なんとかな、別に貧富の差もね、あんまりこだわらないし、まあ、もともとさ、まあ、そう言っちゃなんだけど、僕なんかの年代ってさ、子供の頃ってね、みんな貧乏だったんですよ。ね、当たり前だけど、新しい服買えないからね、継ぎはぎだらけのさ、服着てね、なんか、巨人の星のね、家庭のように ね、親がちゃぶ台ひっくり返ったりさ するような家庭でね、育ってきてるから、でまして若い時はね、若い時は子供の頃はね、長屋に住んでたりね、してたし、ね、まあ、今このね、時代になってるから、そういうふうに皆さんね、こう見てくれるけどね、子供の頃なんてもう小汚いガキですよ それがなんとなくね 別になりきになったわけじゃないしね、気持ち的にもなりきんでもないし、まあ、ね、人よりはちょっとお金持ってるかもしれないけど、まあ、生活に困らないぐらいのね、資産はあるから、なんとなく安定してるよね、安定してるわけだけど、かといってそれ別にさ、なんかたまにね、非難するやつがいるわけだよね だけどさ、それはしょうがないじゃん。ね、だから現実的に今のね、僕のは自分なりのさ、身の丈に合った人生を送ってきてるしね、ちっちゃい時はちっちゃかったし、大きくなったら大きくなるわけじゃないですか。ね、で、会社も経営して、ね、いくつも経営してさ、で、まあ、ほぼほぼなんとなくうまくいってるしね、そういう面でいくと、僕はね、学歴はね、まあ、いつも言うようにさ、ね、高校出て専門学校行ってさ、夜学のね、専門学校行ってるくらいだから、大学も行ってないでしょ。そう、なんかさ、それってさ、なんか恥ずかしいと思ってる人いるんだけど、俺逆なんだよね。あ、それでも今みたいになってんじゃんっていうね、いうところが、どっちかっていうと、こう人生の中でさ、やっぱりこう、やった感っていうかね、あるわけじゃん。で、いつも恥ずかしくなくさ、国語2ですよっつって 国語2のくせにさ、本34冊出してるわけでしょ。ね、学校で教えてる人たちがどれくらい本書いたりさ、社会にね、認められるような、形になってるかって言ったら、僕はそうでもないと思うしね、国語が5の人がさ、ね、売れる本書けるとは限らないしね、またね、社会もこの間ちょっとバラしましたけど、2だったわけですよね 世の中信じられないからさ、なんとかな、社会の教科書っていうものがもうそもそもから信じられなくなっちゃったこと自体が、ね、学業で言ったら敗因なんだろうな。だけど、
実業家になってからは松陰だよね。だから知らないから調べたからいろんなことが分かってきて、で、教科書を真に受けなかったからなんとかこうやってね皆さんに経済の話ができるような状態になってきてて、で、やっぱり疑ってみないとダメだなと思っていて、だから数学とかさ、その科学っていうのはね、必ず答えが出るんですよ。だからすごい大好きでね、だから、まあ、高校時代はね学年で3倍以内に入ってたし、だからちょっと偏ってたんだね。だからそれをね恥ずかしいと思わないんですよ。だからこうやって堂々と皆さんの前でね言ってるわけ。え、先生何大学行ってないのなんてねよく言われるんだけど、いや全然行ってないですよってだからかっこいいわけじゃんって思うわけよだからちょっと感性が違うわけだよね。恥ずかしいと思わないんだもん。だからよくさ、ね、学歴者と者ね詐称してさとかね、テレビ出てきたやつも学歴詐称ですねバレちゃってさ、ね、テレビ降板されたですね、させられたさ、なんかちょっとあんちゃんがいたりね、あと職歴も、ね、学歴も全て詐称してさ、偉そうなこと言ってね、実業家バカにしてさ、ね、言ってたやつがね結局それバレちゃってさ、今海外逃亡しちゃってるわねっていうような、そのなんとかな詐称なんかすることはないんじゃないかな、でやっぱりさ嘘ついたらずっと嘘つき通さなきゃいけないじゃんさ。だから逆に僕はね正々堂々としてる人生の方がいいと思うんですよ。で、まあなんとなくそこそこさ、まあ、中小企業だけどね、いくつも社長やってね、でこうやって、再生ね、企業再生も3社ぐらいやらさせてもらってね成功してるし、だからそういう面ではやっぱ身の丈に合ったっていうかさ、こう庶民の気持ちが分かるからね、多分商売としてうまくいったんじゃないかなと。で今はね富裕層の気持ちがよくわかるから、まあ、富裕層向けのね事業となって、すごくなんかいい仕事をねさせていただいてるわけだけども、それはさやっぱり僕はねやっぱり人生ってさやっぱ恥ずかしいっていうのが一番嫌だよね。だからまあ、このね動画の配信でもそのね、結構非難されることをね言ってみたり、まあ間違えたこと間違えてんじゃないですかっていうのはさ自由な発想でいいと思うんだよね。でそれは要するに、どういう受け止め方でもいいんですよ。要はだから、ね、逆に、まあ、この YouTube っていうのはね面白いもんで皆さんコメント入れていただいてねお答えしたりなんかしてるから、まあいい環境になってきたんじゃないかなと思うんだよね。でまあお約束の通りね、今日はお金の話をさせてもらうんだけども、昨日、あ、前回ねはほら一帯一路の話したじゃん。でその前はねそのアメリカの話もさせてもらって、で今回はですねこのロシアと中国のねそのブリックスの動きを皆さんちょっと理解した方がいいんじゃないかなと思ってるんですけども、今ね中国ってねアメリカのさ債券売ってんですよ。でロシアもねその外貨ドルのね外貨準備減らしてて、で、まあ、具体的に言うとねロシアのその外貨準備高ねどこだっけな、あ調べたんだけど、これだ、今のねロシアの外貨準備高ね、まあ、これ去年の1月なんだけど発表されたのがさユーロがね 33.9% ですよ。で金ですよ、金が 21.5%、 人民元が 17.1%、ね、でドルはっていうとたったの 10.9% なんですよ。でねこれ世界の各国と比べるとどんどんロシアはそのドル離れをしてるわけ、ね、でその代わり人民元と金を増やしてるんですよ。だからこのね、人民元とその金をね増やすことによって、まあ、どんな動きになってるかっていうと、要するにさ、今まではその、ね、外貨準備についてはね、ドルを優先して、で結果的にドルがね要するに、物を買うときに、ね、そのドルに交換してから買えたから、ね、結果的には原油を買うとかいうときにはやっぱり人民元をドルに変える必要があったんで、あ、じゃあロシアルーブルをねいわゆるドルに変えてっていうことがあったけど、今直接的取引ができちゃうんですよ。でね、特に
ブリックスの中ではそのドル離れがすごく加速していて、で下手すんとその、ね今のユーロのようなその、人民元の、ね、そのエリアの中でこの新しくブリックス、ね、の通貨を作ろうぜという動きがあったわけで、実際にそれを議論されて、話進んだんだけど、中国側としてはそれってねあんまりメリットがないんですよ。なんでかというと自国の通貨がどんどん強くなってきてるからっていうことだよね。でいうことを考えるとやっぱりちょっとそれはよそうぜってなってるんだけど、ただブリックスの中ではドル離れが進んでるってことはこう間違いがない事実なわけね。で、ドルが離れてるのになんで円が、ね、安くなるんだろうっていうことですよ。でこれはねある意味ではその金利差ねで、ちょこっと上がったかもしれないけども、これから先はねそうはいかないと思うわけで、今度ねその日本は結果的にね米国債どんどん買わされて今世界で一番保有してるわけだよね。で米国債持ってるから逆に言うとさそのね、円安になればなるほど含み益が出てくるわけっていうことだね。ああ家でやってるもう宅急便来ちゃうんだけど、まあ、今日はしょうがないな。ということで、おはようございますって言ってるけどね、申し訳ないけどちょっと出れないな今はということで、で考えてみればねそういう形でこう世の中の流れがこう、ね、非常な動きになってきていて、で、これがさ今度ねどういう動きになるかっていうと、基軸通貨のねドルが外れるとするとどういうことが起きます？ね、これどういうことが起きるかっていうと、分かりやすく言うとね、物対お金の価値なんですよ。つまり国力対お金の価値。ね、でその時に強いところってどこですか？やっぱ資源国家でしょ？っていうことなんだ。ということは資源のある国はねの価値、お金の価値は高くなって、資源の価値が低いところはね、要するに、資源のその分量ね多いところは売るものがあるから、ね、当然中国はいろんな売るものがあるよね。でロシアも、ね、いろんな売るものがあるわね。で産油国もいろんな売るものがあるわけですよ。でそういう中で、ね例えば日本のお金がある程度使えるんであれば、ね、直接通貨で買、ね、売り買いしていいですよ。つまり、じゃあ日本が日本の円でね、原油を買うことができたとすれば、その円を使って日本の要するに、物を買ったり日本の不動産を買ったりね、そういうことができるわけじゃないっていうような形で、国の資産と国のお金の価値っていうものを比較するわけだよね。だけど今度はじゃあ国に資産もないし、ね、いわゆる売るものもないといったときに何が必要かっていうと、じゃあ、ね、要するに、昔のように金本位制度にすればどうなのって話になるから、結局今の新興国はバンバン今金を買ってるわけね。で金の価格ね、その間違えていろんな、 なんかアナリストっていうね呼ばれてるおじさんたちがね、為替の変動で動いてるだけだみたいなことをね言う人いたけど、見てくださいよ、為替のだけじゃないですよ、ね、僕が僕のセミナーで、4330円かな、そのくらいの頃にこれからねこの世界の動きを見ると金は需要あるよと、ね、いう話をさせてもらって、で、その時にもねやっぱりその他の人たちの、ね、記事を見て、いや先生為替で動いてるだけですよ、なんか言ってたよね。違うじゃん、見てくださいよ、ね、今1万いくら500円くらいだったのかな、ね、4330円はほんの6年くらいで、倍以上になってるわけですよ。でそれって為替の問題じゃないんだよ。つまり世界中が今金をねその、保有 しようとしてるわけで、この動きって 何のためにあるんですか？自国通貨の防衛ですよ。つまり、ねこれから先 そのね今年は日本はねまたお札を、ね、新札にする、ね
ということで、ね、この間は政府の、ね、500円玉を作ってさ、これもう不幸の500円玉だよね。これもらってお釣りで来るとさ、自動販売機に使えないんだよ。まあ嫌になっちゃうね。だったらもう自動販売機で早く直してくれって言うんだけど、やっぱりね、結局その500円玉のためにさ、自動販売機をね、その入れ替えるだけの、まあ、経済がね、まだ復活してないんだろうな、っていうんで、結局使えないわけだけども、まあ、要は、そういうね、形で、そのお金ってさ、その裏付けがあるから、ね、なんとなくお金なわけじゃない？で、今、仮想通貨とかいうのがね、どんどん流行ってて、で、ね、ビットコインがこれからね、公式に認定されるなんていうことも、ね、あり得るみたいなことを書いてあるけども、じゃあその裏付けなんですかってことなんですよ。で、それは保有してる人たちの資産価値なんだよね。だから、国が裏付けてるわけじゃないし、何か物が裏付けてるわけじゃなくて、勝手に需給バランスで、そのお金っていうものができてきていて、で、まあ、ある意味では、まあ、米ドルもそんなようなもんだよね。要するに、なんかこう価値があるように見せかけて、ね、お金発行してきたわけでしょ。だけど、この新興国の人たちは、要するにそういう経済的な力がないから、逆に言うと、通貨の、要するに安定を、ね、するためには、やっぱり、ね、その金というね、ものを保有するということ。で、これ、ロシアのね、中銀の金の保有量っていうのは、2332トンで言われてるんだよね。で、もうこれも1年、比べて 1.4% 増えてます。で、中国人民銀行も、要するに、この2010トン、3.2% 増加って言ってますけど、実はもっと保有してるっていうね、いう話もあります。で、インドね、でも787トンですね、4.4% 増えて、トルコの中銀も 541.8 トン、ね、トルコなんかはさ、ね、37.4% 増ですよ。っていうのは、もう基礎が少ないから、もっと増やさないとっていうことだよね。で、今これ産油国の人たちも動き出してるのは、いや、ドルいっぱいさ、もらってるけど、この価値なくなっちゃったら困るよねと思ってるわけじゃん。だから、まあ、当然だけども、まあ、とりあえず何かに買いとこうって言った時に、やっぱり、日本のね、まあ、都心の不動産を買ってみたり、ね、してますよね。だから、日本の不動産がどんどん買われる理由っていうのは、要するに、あらゆるところの通貨の価値に信頼性がなくなったからなんですよ。でね、次に訪れるのはどういうことですか？次に明らかに訪れるのが、ね、デジタル化ですよ。つまり、通貨のデジタル化が進んだときに、ね、要するに、ただの需給バランスだけじゃなくて、今度はそのデジタルで、ね、お金が発行されるようになると、ね、今のような現物主義じゃなくなるわけだから、そうするとさらにそこにね、裏付けが必要だよねってことなんですよ。そうすると裏付けが必要だから、やっぱりどう考えても、要するにね、まず一番分かりやすいのは金でしょって話になるよね。で、実際にね、今金のね、まあ、先物とかなんかでさ、いろいろこう相場はね、昔はさ、金なんてさ、ね、その動いたってあってね、1日に1円2円とかそのくらいでさ、10円なんか動くことはほとんどなかったんだよね。で、今回ね、見てくださいよ、1日で100円以上上がった、ね、ところもあるよ。だ、そんな感じで、その金の需要っていうものと、もう一つは金に対するいわゆるデリバティブだよねっていうものも、あったりして、で、取引量がむちゃくちゃ多いわけですよ、っていうような動きが、まあ、このいわゆる国際調査機関でゴールドカウンシルってあるんですよ。ワールドゴールドカウンシルってね、WGC っていうのがあるんだけど、まあ、そこがいろんなね、その金のね、流れをこう、読んでるんだけども、要するに去年ね、まあ、今で言ったら一昨年か、一昨年のその中央銀行の金の購入は、1136トンですよ。700億ドル相当が取引されてるってこと。つまりね、そのドルを売って金に換える、ね、っていう動きが結構、ね、大きくなってきてるわけでしょ。で、やっぱりそのさ、特に新興国でさ、インフレが激しいところになると、やっぱり自国通貨の価値がどんどん落ちるとすれば、やっぱり今のうちにその
なんとのこう価値が下がらないものに変えといた方がいいよねってことになって、要するに自分たちの国のその通貨を守るために、その国の中央銀行が金に変えてるっていう動きなんだ。だからそういうような動きが、ね、これからまだまだ続くと思うんですよ。で、世界の金需要っていうものが今どんどん増えてきてね。で、日本もね、いわゆる、日銀はさ、金を保有してるんだけど、それって日本にないんだよ。それはもうね、今アメリカに預けてるって言ってるんだけど、その現物が本当にあるかどうかっていうのはね、実際に目視しないと分かんないんだけど、要するに、そういう面ではね、ちょっと日本っていうのはこのなんとかな、こういろいろ心配事があるんじゃないかなと思うんだよね。いろんな意味でね、その金っていうのは一つのさ、価値としてね、見られてるから、これから先どんどんね、またさらに、この動きは進むんだろうなと。で、その動きが進めば進むだけ、ね、いわゆるインフレが起きるんですよ。なんでかっていうと、ね、ドルを金に交換するわけだよね。そう、交換したらそのドルどうすんの？ね、当然だけど、世の中に戻ってくるわけだよね。で、それがだん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 戻ってくるってどういうことなんですか？今まで、ね、流通されてた自国の通貨以上に動いてた、極端なこと言うと6倍とかなんかと言われたぐらいのね、発行量があるわけだよね。これがじわ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 こうさ、アメリカに帰っていったらどうなるの？物価があるに決まってんじゃんね。だから今はその入り口としてそういう動きになってきてるから、アメリカのその物価の高騰っていうのはね、まだまだ続くんですよ。で、そうすると、当然だけど生活できないからね、所得どんどん上がるような形になるよね。だから今、そのアメリカのさ、その国民でね、その平均年収がさ、1300万円くらいなわけだよね。州によってだいぶ違うけれども、要するに、年収600万円以下だと、日本の円でね、600万円以下だと生活できないでしょ。だ、生活保護対象者なんだもん。ってことは、日本国の平均所得が520万くらいだったかな？ってなると、全員、ほぼ全員 生活保護のエリアになっちゃうっていうくらい、貧富の差がこうなっちゃってるわけだよね。これさ、日本吸収できないよ。だから、やっぱり、ある程度、ね、FRB はね、金利上げて、ドルのね、価値をね、この維持しようとしてるけれども、無理があるじゃん。で、結局、それによってさ、金融機関がね、破綻したりなんかしてるわけで、で、日本はもう、上げられないってことは分かってるから、やらないよね。ってなると、まだまだその金利格差で円安になることはあるかもしれないけども、実態的に言うと、僕はね、この間の発表で購買力平価が103円くらいって言ったかな。で、僕はもっと、円はね、一時期79円まで行ったわけだから、80円くらいになっておかしくないなと思ってるわけじゃん。で、なると、物価が半分になるわけですよね、輸入するお金のね。だから、今までその輸出する会社、大手の企業が、いわゆる、儲けるためにさ、円安誘導してたけども、要するにそのためにさ、国民がね、犠牲になってるわけだ。だからそう考えたら、やっぱり普通に戻した方がいいですよ、普通に。で、なると、やっぱり、今このお金の問題っていうのは、非常に僕、興味持っていて、いろいろね、調べさせていただいて、皆さんにお伝えしてますけども、このね、ペトロダラが崩壊して、ね、このイランが軍事力を持って、ね、で、ロシアとついて、で、さらにその上に中国とついて、ね、それでさらにブリックス、これからね、アフリカ、ね、とか、そういうものがこう、台頭してくるとすれば、これはね、お金の動きってものが、まだまだ変わるんじゃないかなと思うんだよね。だから、前はね、イラクのさ、フセイン大統領がね、
ヨーロッパの共通通貨、ね、ユーロでも、ね、石油を売ることに決めたわけだよね。そしたらいきなりさ、ね、そのイラク戦争始まってね、フセイン暗殺されてさ、ね、っていうことが起きた。ね、で、クウェートでね、ベネズエラなんかはドル以外のお金でも石油を買うことができるように、したんだよね。で、そしたらそこもさ、要するに、経済制裁を受けてね、おかしなことにされちゃって、今まではもうずっとこのアメリカに逆らうとさ、ね、いろんなことされるわけだよね、殺されたりさ、経済制裁を受けたりね、っていうことをやってきたけども、そろそろもう、その時期も終わるんじゃないかなって僕は思ってるわけ。うん、だからまあ、我々、この政治の問題も絡めてさ、考えていくと、やっぱね、日本のさ、その資産家の人ね、もともとほら財閥があってさ、で、その財閥がいたからね、結局、その日本という国はね、強かったわけだけど、結局、財閥解体されてさ、ね、ちょっとヨタヨタになっちゃったりさ、ね、あと会社乗っ取られちゃったりね、して、今、痛い目に遭ってるけども、だけどさ、もともとね、その国力ってものが日本にはあったわけだよね。で、それをさ、まあ、相続、ね、相続っていう相続税の、要するに、規定を作ってね、で、お金はもう3代で取り上げると。ね、財産は、個人財産は3代で取り上げるというね、政策に持ってきて。で、だから、日本の国は、要するに、生かさず殺さずの、形のその経済とね、要するに支配をしてきたわけじゃん。で、それがさ、ね、そろそろ僕はね、まあこの世界、ね、の流れの中で、アメリカのさ、グレートリセットっていうのは今年中に起きんじゃないかなと思ってるわけ。だからまあそれはね、皆さんどう思うか分かんないし、ただね、予測としてね、考えてみれば分かることなんだけど、考えさせないっていうね、ことがあるわけじゃん。で、僕みたいにこうやってね、皆さん考えましょうよって言ってると、ね、結局潰されちゃったりさ、ね、配信が止められちゃったりね、するわけじゃん。で、最近も1本消されて、なんかぼちぼち消されるんですよ。知らないけど。制裁を受けてないからね、いいんだけどさ。だからもう歯向かわないんだけど、まあ、消すやつは消せと。だけど言いたいことは言うと。その姿勢が一番いいんじゃないかと思うんで、まあ今後もね、皆さんに役立つようなね、最新情報をですね、伝えていきたいと思ってますから、まあぜひチャンネル登録していただいて、よければね、皆さん、ぜひシェアしてください。ね、知らない人も多いわけだから、ね、シェアしていただいて、もういいじゃない。その、社会全体をどうこうっていうよりも、要するに、まあ、この動画を通じて、仲間は、ね、仲間同士で、ね、うまくね、なんとかな、偏らない物事の考え方をしながらね、経済を見ると、テレビのニュース見ても、あ、倉橋が言ってたこういう動きだなっていうのがすぐわかるようになっちゃう。この間もね、コメントに書いてありましたね。ね、教科書を信じて生きてきたけど、ね、先生の言う通りだ、みたいになってて。で、やっぱり、ね、教育されてきた人で、ね、エリートであればあるほど、ね、教科書に偏ったさ、情報を持ってるわけだよね。で、それを信じて今まで生きてきたけど、よく考えてみたら違うよなっていうのを、一応僕のこの動画を通じてね、理解したい人はいっぱいいるわけじゃない。だからこれはね、ぜひちょっと皆さんね、内緒でいいんですよ。別に公にする必要ないから、ね、知り合いとかそういうとこに、ちょっとシェアしていただいて、ぜひね、皆さんにこう、今日みたいなね、お話も含めて、あと人生哲学なんかもやってますから、まあいろんな幅広いね、皆さんに役立つ情報をこれからも流していきますので、ぜひね、チャンネル登録していただいて、よかったらコメントしていただいて、ぜひいいねのね、ボタンを押していただきたいと思います。それではまた。